内田義吉から1933年1月3日は、日本の停心官僚、政治家。一回は肖像くらい、君党は、君一党。停心召喚選挙区長、台湾総督府民政長官、停心次官、台湾総督、貴族院議員などを務めた。東京出身、内田小八の長男として生まれる。岡山中学、第一高等学校を経て、 1891年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年7月、司法官司法、翌月、定心証司法となり、定心省に入る。定心事務官、定心書機関、船舶試験書試験官兼定心省参事官、定心大臣秘書官、官房秘書課長、人事課長、高等会員審判所所長などを歴任。 1901年7月、感染局長に就任。1910年8月、台湾総督不民政長官となり、台湾に赴任、不任1915年10月まで、これを務めた。1917年3月、停心時間に就任。1918年9月に、これを辞した後、同月21日、貴族院直選議員に直任され、 同和会に属して死去するまで、これを務めた。その間、1923年9月には、第9代台湾総督に就任、翌年9月まで、これを務めたほか、鉄道会議議員、日本無線電信株式会社社長、財団法人滝の川学園理事なども務めた。日比谷都書文化館に、内田義吉文庫が所蔵されている。ありがとうございます。